今回はピリ辛甘酢のジャバラキュウリの作り方を紹介します。ジャバラ用に切り込みを入れピリ辛甘酢に漬けたキュウリは味が中まで染みてビールのおつまみとしてぴったり。シャキッとした食感が楽しめ止まらない美味しさですよ。それでは作っていきましょう。キュウリをジャバラ状に切ります。まずは両端を切り落とします。斜めに包丁を入れ、下まで切り離さないように1ミリ間隔で垂直に深く切れ目を入れます。包丁は先の方を使い斜めに下ろし、先端だけまな板を叩く感じで切っていきます。裏返して今度は包丁をまっすぐに持ち、輪切りの要領で1ミリ間隔の深い切れ込みを入れます。斜めに切った時と同じように包丁の先端だけをまな板につくように切れば切り離さないようでカットできます。これでジャバラ状にキュウリが切れました。丸めるとフグロを巻いた蛇のようになります。次は横からお見せします。同じように両端を切り落としてから斜めに切れ目を入れていきます。裏返して包丁をまっすぐにして切れ目を入れていきます。この際も下まで切り離さないように注意します。難しく感じる方はキュウリの両端に割り箸を添えて切ると下まで切ることなく切れ目を入れられます。塩を一つかみ取り、キュウリの表面に切り込むようにして揉み込みます。そのまま1時間ほど置いて、塩味を染み込ませます。甘酢タレを作ります。砂糖50g に、中国黒酢を 50cc 入れます。なければ普通のお酢でもいいです。普通のお酢を 50cc 入れます。水を 200cc 入れます。これをよく混ぜ合わせておきます。生姜を 5g くらい千切りにします。大ガラスを2本用意し、ヘタと種を取ります。縦に切れ込みを入れ、種を取り除き、千切りにします。
動画と一緒にしておきます。材料はきゅうり3本、甘酢だれ 350cc、 生姜 5g、 唐辛子2本です。鍋に大さじ1のごま油を入れます。生姜と唐辛子を入れ炒めます。油とよくなじませるようにして香りと辛みを引き出していきます。甘酢だれを流し込みます。中火でしっかりと沸くまで加熱します。一煮立ちしたら中火にして1分くらい煮詰めていきます。プチプチと小さな泡が立つ、汁に少しとろみがついてきたらタレの出来上がりです。このような濃度になっていれば OK です。ボウルに移してタレを冷まします。きゅうりは汁を洗い流してから食べやすい大きさにカットします。この長さなら4等分くらいがいいでしょう。それをしっかりと冷ましたタレにつけます。このままタレを絡めて食べてもいいですし、3、4時間つけてもいいです。きゅうりが使ったら皿に盛り付けます。今回はピリ辛甘酢のジャバダきゅうりの作り方を紹介しました。ジャバダ切りは見た目が難しそうですが、やってみると意外に簡単なので、ぜひ試してみてください。甘酢だれ以外にも浅漬けや塩昆布につけても美味しいですよ。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。